みなさん、こんばんにちは。そして、いらっしゃいませ。浅田小雪です。それでは、原始の続きをやっていくよ。まあ、今回は、ちょっとね、瀬野のやつをやっていこうかな。と言っても、なんか、リサさんのこのイベントがね、あるんだけど、先に瀬野をやってから、にしましょうかね、と思います。急速時に次の計画を。じゅ。やってくぞ。とは、またか。サソリだったのか。こいつは倒して終わってもよかったな。まあいいだ。行こうよ。所詮雑魚なのだよ。あ、これはなんだ。紙の缶詰だ。缶詰知識だ。おかしいな。ここがオークションの場所で間違いないよな。な、もしかしてちょうど休憩の時間だったか。傭兵を倒した後、俺たちは急いでここまで駆けつけてきた。誰かから報告が行くことを恐れたからだ。それでも逃げられてしまうとは。おそらく奴らはトラッカーから俺たちの動きを察知し、事前に撤退したんだろう。やれやれだな。どうすればいいんだ。探す。缶詰知識を全て持っていく余裕はなかったはずだ。残った中から手がかりが見つかるかもしれない。それじゃ気合を入れて探そうぜ。てと関係ねえ。ほう、足跡。ああ、残念。ふう、何か分かったか。何も。特にこれといったものはないみたいだぜ。起源の庭に関する缶詰知識はもともとさほど多くなかったのかもしれない。撤退するときに全部持っていったんだろう。だが心配はいらない。もう一つ方法がある。お前らは来た道を戻り、俺はここに隠れる。しばらくしたらまたここで合流すればいい。収穫はあるはずだ。慌てて撤退したからか、残っている貨物も多い。このままずっと放置するなんてことはありえない。俺たちが離れたのを確認したら、必ず片付けに来る奴がいるはずだ。だからトラッカーをできるだけここから離して、もうここが安全だと誤認させるんだ。なるほど。オイラたちをおとりに、奴らをおびき出す作戦だな。よし、早速出発するから、ここはお前に任せたぞ。安心しろ。もし奴らに来る勇気があれば、必ず引き止めておく。ことは急を要する。準備ができたら言ってくれ。了解。じゃあ行くか。あれ、着いたぜ。ふう、疲れたぜ。これだけ離れればもう大丈夫だろう。まだ歩くのか。もうちょっと歩くか。もう疲れたぞ。ここで少し休憩しようぜ。なんで何疲れんのか、お前は。そろそろいい時間じゃないか。オークション会場に戻ろうぜ。セノの方に収穫があるといいな。どうかな。歩くしかねえ。くそ遠いんだよ。
誰かおるす。うわ、本当に現れたぞ。お前が黒幕なのか。知ってることを吐くんだ。さっき現れた時、俺は先手を打たずしばらく観察していた。こいつは黒幕じゃないが、ある程度重要な商人のはずだ。そうだろ。さすがは瀬野、察しがいいな。はあ、君がいると分かっていれば目先の利益は貪らなかった。利益を貪る？どういう意味だ？君たちが来ると知って、各地の缶詰知識商人はすぐ逃げ出した。全ての貨物を持っていく余裕はなかったんだ。それらの缶詰知識は元より主なきもの、つまり誰よりも早く持って帰れば大儲けできる。まあ今更言っても無駄だがな。お前は缶詰知識の製作販売をしている黒幕を知ってるな。俺の手を借りるか自分で吐くか決めてもらおう。自分で言うよ。でもその前に場所を変えてくれないか。ここに残って君たちと接触しているところを誰かに見られたら、俺だけでなく身内を危険にさらすことになる。どこならいい？アール村に俺の家がある。そこなら安全だ。いいだろう。旅人、もうトラッカーを外しても大丈夫だ。では行こうか。おい、小賢しい真似はするなよ。俺を買いかぶりすぎなよ。あの瀬野の恐ろしい目に睨まれちゃ手の施しようがないさ。怖がられてますなあ、アール村。そんな端っこなんすか。ん？パパ、お帰りなさい。シミ。お客さんなの？こんにちは。この子は俺の娘で、シミンというんだ。少々人見知りでね。シミン、パパはお客さんたちと話があるんだ。いい子だから自分で遊んでいなさい。ま、わかった。さて、この業界でセノの名を知らない者はいない。で、お二人は？オイラはパイモン。こいつは旅人だ。正直、なんじゃそれ。単独行動ばかりしているセノにも仲間がいるなんて思っても見なかったよ。だからトラッカーが離れたのを見て、セノが何も手に入れず帰ったと確信したんだ。だが、たとえ囚われの身でも、俺は君たちを説得したい。調査はここまでだ。これ以上深掘りしない方がいい。なぜだ？制作、販売、利益の割り振り、各作業には数十人から百人単位のものが関わっている。みんな高い利益を得るために集まってきたんだ。この苦労して掴んだサプライチェーンを維持するために、誰もが全力を尽くすだろう。いくら君でも必ず壁にぶつかる。それにもし成功したとしても、君に感謝する人は誰一人いない。君自身も悲しむことになるだろう。何のためにそこまで一生懸命やったのかと。それについて文句はない。誰しも自分のこだわりがあるものだ。はあ。ああ、お客さんにお茶を出すのを忘れてたよ。ありがとうな。大丈夫。そのうちのお茶は苦いでしょ。だからパパからもらったキャンディーを入れたの。少しは飲みやすくなるかも。本当にいい子だ。キャンディーはまだあるかい？ないならまた今度買ってあげよう。ありがとうパパ。それじゃ、休んでくる。
ャンディー。関わる人は高い利益を得る、そう言ったな。だがとてもそうは見えない。実は個人的なお願いがあって、それを君たちに相談したかったんだ。娘は生まれた時から難病に悩まされてきた。心臓や肺が普通の子供より弱くてね、ちょっと激しい運動をしただけで意識を失い、命に危険が及ぶんだ。だからあの子には小さな頃から遊び相手がいなかった。一日中部屋に閉じこもって、かかり続ける薬代の負担もなかなかのものさ。俺はもともとはただの一般商人だったんだ。朝早くから夜遅くまであちこちを走り回ったが、稼いだ金では全然足りなかった。日に日に弱っていくあの子を、ただ見ていることしかできなかった。だがある日、ある人が金儲けの道を示してくれたんだ。それが缶詰知識の商売か。そうだ。おかげで俺は大金を手に入れ、やっとあの子の治療をちゃんと始めることができたんだ。元気になっていく姿を見て、俺は誰よりも幸せだと思った。俺のようなものは他にもたくさんいる。缶詰知識の密輸は君たちにとっては許せないことかもしれないが、俺たちにとっては生きるための手段なんだ。こんな話をしたのはただこれをお願いしたかったからだ。調査をやめてくれ、瀬野様。どうか俺たちに生きる道を残してくれ。そんな、つまりオイラたちが缶詰知識の販売を禁止したら、あの女の子はそれでも俺は真相を突き止めなきゃならない。あの子の病気を見てくれる人を探すことはできるが、缶詰知識の密輸に目をつむることは決してできない。それとこれとは話が別だ。そう言うだろうと思ってた。だが君の言葉をもらっただけでもう十分だ。どうしても調べたいのなら家の奥を探してくれていい。つい最近仕入れた貨物が置いてある。それを見ればわかるだろう。なんだ？こんなにたくさんあるのかよ。これだけの箱が整然と並んでいるとはな。しかもたった一人の商人の拠点に過ぎないのに、この数、小さな工房じゃ到底生産できない。まさか本当に強霊院が？いや、これほど大量の貨物が市場に流されているのに審査しないはずがない。なあ、ここら辺の缶詰知識なんだか違うぞ。もしかしてこれが起源の庭を記録した缶詰知識なのか？ああ、おそらくそうだ。待て、これは、これはマハマトラの検閲用の印章だ。この印があれば貨物が検査を通過したという証になる。トラッカーを見つけた時、教令員の誰かが関わっているのではと疑ったが、あれだけの数の缶詰知識を教令員から送り出す方法がわからなかった。今ようやくはっきりしたよ。この印象がある貨物は二次審査を通さずとも教令員の出入りが自由になる。ふん。だから深掘りさせたくなかったんだな。信じられない。規則を破ったのはマハマトラ自身とはな。なあ、一つ頼んでいいか？これらの缶詰知識は教令院から出たものだ。起源の庭に関する知識は教令院に封印されている研究資料を参考にしたのかもしれない。資料室に行って記録を確認すれば黒幕がわかるはずなんだ。だが俺の今の身分では気軽に教令院はいけない。警戒させるだけだからな。この件お前に調査を頼めないか？ナビルに手紙を書いて資料室まで案内させる。おう、オイラたちに任せろ。俺はこの間を利用してやりたいことがある。黒幕の手がかりは教令院を指しているが、明らかに
教令院以外の勢力が関わってる。バーハリから他の商人の情報を手に入れられるだろう。俺はここに残って事前準備をするから、何か見つけたらいつでもここに帰ってきてくれ。バーハリ君、元気になりたい。もう一人でお家にいるのは嫌。教令院を調査なんかしたらすぐあいつらの耳に入るぞ。遅かれ早かれ、奴らはきっと俺と俺の娘を見つけ出す。心配するな。その前に俺が奴らを探し出す。安心できないのなら知ってる参加者を吐いてくれ。手がかりが増えるほどお前たちも安全になる。はあ、分かったよ。なかったか、こら。てか、こんなところにあられた。バレるだろ。バレるでしょ。すんげえ遠いな。ぺよーん。ここだ。スメールシティ。これ、どっから行った方がいいんだろう。教練カーベイ。カーベイさん。こんにちは。ナビリキター。またお会いしましたね。お二人とも、瀬野先輩は見つけましたか？お前が犯人だろ。先輩の方はいかがでしたか？お前が黒幕だ。手紙を読み終わりました。こんなことになっていたとは。すみません。これほど危険なことだと知っていたら、最初からあなたたちを巻き込んではいませんでした。平気平気。オイラたちも瀬野の力になりたいんだ。先輩があなたたちのことを信頼しているのがわかります。何しろ資料室に封印されているのはただの研究資料だけじゃない。基本的に禁止されている危険な研究ばかりですから、私ですら普段は自由に出入りする権利を与えられてないんです。もちろん瀬野先輩の紹介状があれば問題ありませんが。そうです、教令院では学術に関しては比較的縛りが緩く、あらゆる研究を奨励しています。ですが研究の中にはあまりにも危険で、マハマトラが介入して止めなければならないものもあるんです。研究が廃止されれば、その研究資料の大半は廃棄されることになります。しかし後世への警告のために記録は残します。だから今でも一部の資料は秘密の資料室に保管され、専任の者が管理してるんです。さあ案内しますので行きましょう。瀬野先輩が探している答えがあればいいんですが。秘密の資料室って危ないものがたくさんあるような気が。気をつけような。なんだそりゃ。気をつけるぜ、さよなら。下なのか。こいつか。はい、かしこまりました。瀬野が紹介してくれたものであれば信頼に値します。起源の庭に関する研究資料を好きなだけ調べてください。何か不明点があればお気軽にどうぞ。ただ他の研究資料に関してはあまり見ないでおくことをお勧めします。知りすぎるのも良くないですからね。何？資料室の内部はこんな感じだったのですね。おかげで一緒に見識を広めることができました。教令院には口の固い人が多いです。でも何があっても秘密を守ると思わせてくれる人は少ない。瀬野はその一人です。今は教令院にいませんが、私は彼を信頼していますし、彼が紹介してくる人も当然信頼しています。さあ研究資料はあそこです。速やかにご確認を。
どこだ。投獄されてどうでもいいやつ。強熱期3つの段階がある。まあ命を支払うことが機嫌の庭に入る鍵であるって、そうだよね。文字がいっぱい。手がかりになるものはあったか？ムルタダラどかに。あ、セノが話してくれた奴の相棒のことを覚えてるか？セノの昔の相棒？ああ、タージ・ラドカニのことですね。あなたたちの勘はなかなか鋭い。実はムルタダ・ラドカニはタージの一人息子なんです。なんですって？タージ先輩の息子さんは機嫌の庭の研究で投獄されたんですか？なんでそんなに驚くんだよ。お前マハマトラじゃなかったのか？いや、当時は秘密逮捕で事情は公開されていませんでしたので。ああ、そういうことか。タージ先輩のお子さんが逮捕されて投獄されたことは知っていましたが、私どころか瀬野先輩だってこの件を知らないはずですよ。だろうな。それは叶いません。東国から間もなくムルタダは監獄で自分の命を絶ってしまいましたから。何？タージのことはお耳に入ったんでしょ？特にナビルはいろいろ聞いてるはずだ。マハマトラの中でタージを知らない者はいません。彼はもう50近くになりますかね。まあ一番経験豊富なマハマトラの一人でしょうね。素直で潔白で数々の功績を残し、昔から熱い人望を集めてきた人物です。50近い。それに彼はセノの唯一の相棒でした。セノと同じくだいぶ年離れてんな。総実に優れていて、二人は任務遂行の合間に何度も手合わせしていました。ええ、私もセノ先輩から聞いたことがあります。でもある日タージ先輩は無限に続く戦いから身を引き、事務職に移られて。あ、もしかしてムルタダのことと関係があったのですか？ムルタダ・ラドカニが生まれた頃、タージはすでに名を馳せていました。ですからムルタダが教練院で学んでいた時、周囲の人々は常に彼に最高の基準を求め、大きなプレッシャーを与え続けたんです。親子が仲違いしたこともありましたが、最終的には和解しました。しかし残念なことに、和解から間もなくムルタダが教練院の禁令を無視して機嫌の庭を研究していることがバレてしまいまして、タージは自ら彼を拘束し監獄に入れました。ムルタダはひざまずいて許しを請いましたが、タージは全く応じず、その後間もなくムルタダは割れたお椀のかけらで自分の首を切り、タージが牢に駆けつけた時にはすでに手遅れでした。彼は息子の最期を見届けることすらできなかったんです。その後タージは時々資料室にやってきては、暗い顔でムルタダの研究資料をさすっていました。彼が事務職に転身したのもショックを受けたからでしょうね。まさかそんなことがあったなんて。タージ先輩は誰にも言わずにきっと苦しんできたんですね。なんだかオイラまで悲しくなってきたぞ。お前はどう思う？研究資料さすった、引き継いだってことなのかな。待ってください、まさかタージ先輩を疑っているのですか？疑ってんだよ。それはありえません。タージ先輩は身分も高いですから、機嫌の庭に接触するチャンスもありますが、だってタージ先輩ですよ。あの人がルールを破るようなことをするなんて絶対にありえません。もし缶詰知識が教練員から漏れていたと仮定するならば、タージは確かに疑わしいですね。ここしばらくで機嫌の庭に関する研究資料を確認しに来たのはタージだけですから。機嫌の庭に関する資料の内容は複雑で数が多い。
当時7人の学者が逮捕、投獄されましたが、研究を再開することは容易ではないでしょう。資料の意味を理解するだけでも大変なことですから。でも缶詰知識にしてしまうなら話は別です。すぐ習得できるし、教令院以外のところでも密かに研究を再開できます。だとしても、噂に聞く限り、起源の庭の宝物は人の精子を掌握し、死者さえも生き返らせる力を与えてくれるんでしょ。彼はそれを使ってムルタダを蘇らせたいのかもしれません。死者蘇生。私自身もタージがこのようなことをするとは思っていません。私は知っている限りの手がかりを提供しただけです。真実を突き止め、犯人を捕まえるのはあなたたちマハマトラの仕事です。他に聞きたいことはありますか？なければお帰りください。おいら、お帰りください。頭がコラコラしてる。あさずちぜぎ、どうすればいいんだ。他のところに行ってみようぜ。あ、そういえば缶詰知識は教令院から出たと瀬野先輩はそう思っているでしょう。もし本当にそれだけの箱があれば、誰も気づいてないことはないはずです。教令院の入り口にいる人たちに聞けば何かわかるかもしれません。安心してください、タージ先輩、必ずあなたの汚名を返上してみせます。よし、それじゃあ情報を集めに行こうぜ。大丈夫かよ。犯人だったらどうするんだい。ん？まだ何か聞きたいことでも？ないよ。他の資料は見れるのか？コードが？ああ、機械生命体。機械生命体で遺跡収容。入り口にいる見張りのお前、何か見てないのか？すみません、最近大量の貨物が教令院を出入りするのを見かけませんでしたか？どういうことですか？教令院にはいつも大量の貨物が出入りしていますけど。ダメじゃん。食材に原料、実験装置など毎日多くのものが消費されています。適宜補充しないといけませんから。マハマトラが押した印象付きのやつを探してるんだ。見たことないか？その辺は何とも。普段わざわざ印象がついてるかどうかなんて見ませんし、他の人に聞いてみてください。見てねえんかい。付き合って同じじゃねえかぜ。ガバガバすぎ。あんたは？すみません、最近大量の貨物が教令院を出入りするのを見かけませんでしたか？記憶にないな。他を当たってくれ。そうか。どうするよお前これ。すみません、最近大量の貨物が教令院を出入りするのを見かけませんでしたか？何かあったんです？いや、異常あるかどうかを確認したいだけです。異常はなさそうですがね。強いて言えば、確かに気になったことが。妙論派の学者が最近よく外に物を運び出してるんですよ。毎回少なくとも数十個は大きな箱を積んでて、何のものかと聞いたら廃棄する機械だって言われましたよ。前から妙論派はよく捨てる機械を旅商人に売っていましたから、その時は気にも留めませんでした。でも最近出入りの回数があまりにも多いんですよね。廃棄されたパーツとか前はそれほど多くなかったんですけど。疑わなかったのですか？そういう場合は普通貨物を調べてみるでしょ。いや、箱にはマハマトラの通貨の目印がありましたから普通は調べないでしょ。なるほど。もちろん
偽造って可能性も疑いましたが、それでどうなったと思います？この貨物はすでに審査済みだから、あの学者を困らせるようなことはするなって、あのタージ様が直々に伝えに来たんですよ。まさかタージ様が偽造したってことはないでしょう。偽造したね。そんなはずありません。きっとどこかが間違っているんです。タージ先輩は決してそういうことは。いいえ、だってありえません。タージ先輩はずっと真面目にやってきた方なんです。誰かが彼を陥れようとしてるに決まってます。少し待っていてください。タージ先輩と一緒に働いているマハマトラを知っていますので、会わせてもらえるようお願いしてみます。誰だ、殺されるぞお前。来た。はあ、僕もタージ先輩に連絡がつかないって言ってるのに。そうなのか。昨日エルマイト旅団の人が何人か来て、タージ先輩は執務室で彼らを出迎えたんです。ドアの外に立っていると、かすかに見つけたというような会話が漏れ聞こえました。見つけた。そしたら執務室のドアが開いたんです。エルマイト旅団の服に着替えたタージ先輩が連中と一緒に出ていくのを見ました。そのまま先輩は今日も出勤していません。僕も変だなって思ってますよ。先輩に会いたいんだったら先輩の家に行けばいいんじゃないですか。スメールの郊外にお住まいですよ。あ、エルマイト旅団、やっぱりタージが缶詰知識を作ったやつだったのか。そんなはずが。タージ先輩はセノ先輩と並んで私たちマハマトラの心の中の英雄ですよ。彼がそれをやるなんて。そうですね、そうするしかありません。そんなに落ち込むなよ。きっと真相を突き止めるからな。闇落ちしそうだ。大丈夫なのか。もうタージ先輩はスメールの郊外にお住まいです。ご自宅に伺って探しましょう。アジアシャ、お前も行くんすか。もしかして当たりでした。その貨物が怪しいって。当たりかもしれないな。まあしょうがねえだろうな。マハマトラのインジャーよ。マハマトラのインだろうがなんだろうが、もう徹底的に調べるみたいなことでしないとダメか。こんなところなの？ここがタージ先輩の家ですか。誰もいないみたいですね。どうするんだ？このまま侵入するか？泥棒ですよ。いや、待ってください。鍵が開いてますよ。もしかして慌てて出かけたから閉めるのを忘れたんでしょうか。そういえばまだタージ先輩が犯人だと確定したわけではないんですよね。このまま入るのはあまり良くない気が。他に手はねえんだ。そうですね、今調査命令を出したとしても早くて明日からしか適用されないでしょう。急を要する事態ですし、タージ先輩も分かってくれますよね。侵入。これは名前がたくさん書いてある紙と地図か。ナビル、何か分かったか。これは確かにタージ先輩の筆跡です。紙は帳簿のようですが、この内容は先輩と多くの人との取引が記録されています。帳簿から見ればこの密輸事件の規模はとんでもない大きさのようです。関わっている者は300名以上、身分のある名士だけでも数十人はいます。学者だけではなく商人、傭兵たちも。瀬野先輩はまだ相手の大きさを知らないでしょう。これほど巨大な組織を相手に一人ではとても太刀打ちできません。そうですね、瀬野先輩はいつもそんな感じです。一気当選って感じじゃ。機嫌の庭の位置を示しているようです。これを瀬野先輩に渡して先輩に判断してもらいましょう。ねえ、これどこだよこれ。もしタージ先輩が本当に自らの立場を裏切り許されないことをしたのだとすれば、
おそらく今は機嫌の庭にいらっしゃるでしょう。先輩を疑いたくはありませんが、私は先輩との交流が浅かったのも事実です。瀬野先輩なら何か見抜けるかもしれません。これを早く瀬野に見せに行こうぜ。行こうぜ。いや、瀬野、タージ、そういえば確かに長い間あいつを見てないな。時には過激な手段も取るが、決して己の心に反することはしない、真っ当な人物だった。それじゃあ瀬野はあいつが犯人と思うか。わからない。ムルタタの剣があいつにどれほどの影響を与えたのか、俺には想像もできないよ。人は変わるものだ。俺にもそれを否定できない。子供を愛する感情なのか、それとも別の意図があったのか。今の彼はどんな人物なのか、俺たちは自分の目で確かめるしかない。そう、いずれにせよあいつがこの件に関与し、情報があるにもかかわらず報告を怠ったことは紛れもない事実だ。だからこそあいつに会うんだ。理由を聞いて審判してやる。さ、先を急ごう。審判すな。すぐ審判する。遺跡かよ。機嫌の庭、ちょっと大丈夫なんですか。死ぬのでは。瀬野を殺して会えるか。ここが機嫌の庭なんだよな。本当に宝物はあるのか。うー、緊張してきたぞ。危ないことなんか起きないよな。心配するな。俺がお前たちの安全を守る。今朝は頼もしい。ザイヤやっ、無意味な抵抗。だーレーザー、それレーザーやめる。なにこのバカ野郎。オッケー。仕掛けなんだ。監視カメラでもあんのかよ。お、起動。うわあ、やっちまいそう。通路だ。今なら入れるよな。あの目、オイラたちをじっと見てるみたいだ。怖いぜ。お前が先に行ってくれよ。なんでやねん。目みたいなやつだろ。オッケー。したら開くのか。そこが開くのかよ。なんだそりゃ。
それで奥に行けるわけだな。ホログラム。またお前かよ。これね、野郎だぜ。うちの暗いところだ。これ、この身に残傷を粛清する。やれ。やれ。で、ブルー。やっちゃ。もうここここ。あ、どうしよう。一体何があるってんだい。あ、タージか。タージ。やはり。久しぶりだな、セノ。最近どうだ。ここに現れたということは、ほぼ調べ終わったということだろう。思ったより早かったな。新たな相棒のおかげか？ああ、調査はほぼ終わった。だが一番重要なことにはまだ答えがない。お前がやったのか？缶詰知識の密輸に起源の庭の研究。そうだ、俺がやった。なぜこんなこと？そりゃ何とも答えづらい問題だな。俺は変わったと思ってくれればいい。臆病になり、利己的になり、自分のために利益を確保したくなったのさ。俺はお前がそうなるとは思いもしなかった。そうか。人は皆最後にはこのざまだと思うがな。若い時は何も思わず、ただひたすら前に進み、心の中の正義のために生きてきた。だが年を重ねるにつれて慎重になった。多くのことが間違ってると分かっていても、みんな見て見ぬふりをする。俺も同じだ。以前の俺ならば自分のしたことを疑うことなど決してなかった。だがムルタダが死んでから、自分がしがみついていた正義が徐々に崩れていくのを感じた。何事にも一生懸命取り組んできたのに、気づけば老後は一人だ。生きることも死ぬこともできない。その辛さを想像できるか。ムルタダを投獄し俺を追い詰めたのは俺自身だ。あの子は死ぬまで俺を憎み、俺は今も痛みと後悔を抱えながら生きてる。俺は父親失格だ。だが今その後悔を取り返し再会するチャンスが俺の目の前にはある。それが起源の庭だ。ここには生死を覆すほどの力があり、死者を生き返らせることもできる。欲しいものは手に入ったか？ふん。後ろの扉を見ろ。宝物はその扉のすぐ向こうさ。もう少しなんだ、セノ。君はこんな時に来るべきじゃなかった。君が来るのがもう少し遅ければ。もしなんてことがそんなにあるわけがない。起きたことを変えることはできないし、死者を生き返らせる方法などありえない。宝物なんて言われるが、所詮は噂に過ぎないんだ。そんなに自信があるなら扉を開けてみてもいいだろう。それはダメだ。扉の向こうには危険を感じる。開ければ取り返しのつかないことになる。元相棒として最後の願いも叶えてくれないというのか。君もそろそろ察しただろう。情け容赦なくことをさばいても周りの人々はどんどん離れていくだけさ。俺が最高の例じゃないか。
そんなことまで考えていない。もし原則を守る道が一つしかないのならば、俺は最後までそれに従って歩んでいく。これ以上話しても無駄か。まあいい。君の槍術の腕が上がったかどうか、お手並み拝見といこう。手並み拝見。なんだ。変なの召喚してきてやがった。すっごいぞ。瞬く間に健康よ。だが誰が。ザコどもが強すぎる。今ここに生産する。ザコどもマジやる。よし、いけせん。無意味な抵抗。で、弱いな、自信を。その力どうだ、前とは違うだろう。資源の庭に入った時、新たな力を手に入れたんだ。だがこれはまだあくまでも一部に過ぎない。後ろの扉を開けば完全なる力を獲得し、生死を超えられる。まずい、あいつを止めないと。そうはさせない。それはどうだろうか。君も傷を負ってるし、俺を止めるのは決して簡単なことじゃない。だいたい命を懸けて代償を支払う覚悟はあるのかな。そんなことは関係ない。最初に組んだ時、君も同じように前に進もうと必死だったな。あれからだいぶ経つのに、君は相変わらずだ。お前もな。リストと地図を置いていたのはわざとだろう。俺たちがここにたどり着けるように。さっきのだって演技だろう。その格好でリストに書いてあった連中は騙せただろうが、俺は騙せないよ。最初は怪しいと思う程度だったが、手合わせで確信した。分別がつかなくなっているなら、槍術だって以前のままであるわけがない。最初からその扉を開くつもりなんてなかったんだ。こいつの真の目的は。うわあ！でっかい音がしたぞ。何があったんだ？時間があまりないようだ。手短に話そう。ムルタダが亡くなってから俺は長い間落ち込んでいた。現実は悪夢で、目が覚めたらまたあの子の見慣れた笑顔が見られるといつも願っていた。そんな時、秘伝の庭を探すために俺の力を求める者が現れたんだ。経歴を調べたら、巨大な組織が背後にいることが分かった。各業界から来た人たちは欲望に駆られ、数えきれないほどのお金をつぎ込んで密かに研究をしていた。秘伝の庭を権限させようと命を捧げたこともあった。道理で起源の庭に関する研究を禁止しても、次から次に見つかるわけだ。背後に手引きしてるやつがいるんだな。俺は頑固な石じゃない。当然迷ったよ。ムルタダが戻ってくることを期待しながら、理性がそうしてはいけないと叫んだ。苦悩に苛まれていた時、ふとある考えが浮かんだ。起源の庭、人の心を惑わすこの場所は数百年も昔から悲劇を生み続けてきた。この場所が存在する限り、ムルタダのようにそれを求めたばかりに代償を払う者はこの先何世代も続く。だから竜砂の中に永遠に埋めてしまおうと思ったのさ。起源の庭がなくなれば
それに執着する人もいなくなるはずだ。そうだ、信仰が崩れ去ったように見せかけたのは、奴らが何の疑いもなく俺と手を組むようにだ。それを利用し、起源の庭を探し出して破壊しようと思った。だがそれで終わりじゃない。その組織を審判する信頼できる者を探す必要がある。教令院は起源の庭に関する研究を禁止してるから、俺の計画を初めから認めてくれないだろう。それに組織の勢力はかなり大きい。教令院の中にも奴らの仲間がいる。手っ取り早く奴らを取り除くには、教令院だけに頼るわけにはいかなかったんだ。だから黒幕のふりをして俺の心を試したのか。すまなかった。だが安心したよ。君は人当たりの良い人になっちゃいなかった。相変わらず大胆不敵で誰にも屈せずにいるとはね。ここはもうすぐ崩壊する。君たち早くここから離れなさい。待て、お前は行かないのか。外にはまだ捕まえなければならない悪い奴がたくさんいるんだぞ。こいつはもうここを離れられない。生の気配がほとんどない。まるで燃え尽きたろうそくのように。この計画を考え始めた時からこうなると分かってたんだろう。裏切り者として扱われる危険を冒して奴らと手を組み、自分の命と引き換えに起源の庭の扉を開き破壊する。缶詰知識の流通に目をつむったり、起源の庭を研究したり、どれも立派な重罪さ。俺が下す最後の審判だと思ってくれればいい。それにいつも仕事に追われてムルタダの願いを叶えてやったことは一度もなかった。起源の庭を見つけるのはあの子の最大の願いだった。ここで再会すればきっとあいつも俺を咎めないだろう。リストに載ってる奴らについては君に任せたぞ。とんでもない迷惑を残すことになってすまない。何を言ってる。俺たちは相棒だろ。ムルタダに会ったらよろしく伝えといてくれ。さあ行こう。あ、ムービー入る。パパ、どうしてみんな僕に厳しいの？一緒にサボってても叱られるのはいつも僕だけ。構わないでよ。父さんの評判を落とすようなことはしないから。わかった。和解しよう。父さん、僕はやっと研究したい方向を見つけたんだ。相談する余地すらないのか。なぜだ。なぜなら俺たちはマハマトラだからだ。ハイマンの動きやばかったな。いやーみたいな。起源の庭。タージの言っていた通り、起源の庭は多くの災難と悲劇を生んでいた。流砂に埋もれるのはあるべき結末だろう。起源の庭だろうが他のことだろうが、利益さえあれば奴らは教令院の禁令を気にも留めない。危険な研究を利用して高い利益を得るのが奴らの目的だ。今回はタージにやられたが、また新たな餌を探すだろう。だがそのチャンスは二度と与えない。オイラたちも手伝うぞ。ありがとう。だがもう十分やってもらったよ。残りは俺に任せてくれればいい。自分の手で奴らを裁きたいんだ。それとおまけに
潜在的な危険も一掃してみせるよ。それじゃ決まりだな。4日後キャラバン宿駅で待っててくれ。4日もかい。4日4日も待つの。またお会いしましたね。この度の件は本当にありがとうございました。オーケー。ナビル、どうしてお前がここに？砂漠から移送されてきた犯罪者たちはまずキャラバン宿駅を通るので、私はここでそれを管理しているんです。これが最後ですので、移送が終わり次第また教練院に戻ります。それはもう手に汗握る数日間でしたよ。なんとかやっと事件の幕が下りてよかったです。はじめリストに載っていたいくつかの傭兵団は共倒れ覚悟で様々な襲撃を仕掛けてきて真実を隠蔽しようとしました。でも瀬野先輩が砂漠を横断し、一晩で彼らの拠点を一掃したと聞きました。その後リストに載っていた他の人々も教練員の幹部たちに圧力をかけ始めてパニックに陥り、事件の調査が一時的に滞りました。それでそれで、そこにタージ先輩が犠牲になったという知らせが入り、みんなの感情が一瞬にして爆発したんです。それをきっかけにマハマトラたちは力を合わせて内部を粛清し、リストに載っている全ての学者を逮捕しました。教練員から逃げ出した者もいましたが、逮捕される運命を変えられはしませんでした。スメール各地に散らばった者たちは全員傭兵団を潰した瀬野先輩に身柄を拘束されたというわけです。聞いた話によると、あと少しでフォンテーヌへ逃げ出せたという者までが国境近くで連れ戻されたらしいですよ。300名以上が投獄され、尋問された衝撃はまさに皆を震撼させました。やば。瀬野の様子はどうだ？牢屋パンパンだ。怪我したりしてないか？大丈夫そうに見えましたが、実際のところは誰にも分かりません。先輩一人で300名以上の罪人を裁きました。中にはかつての仲間も多くいました。今では悪い人だけではなく、私たちも瀬野先輩を見かけるとなんとなく緊張してしまいます。まあ先輩の前では緊張しますし、自分が悪いことをしていないか無意識に反省しちゃったりもしますが、心の中ではいつも先輩を誇りに思っています。そういえば先輩に会いにいらっしゃったんですか？先ほど見張り中、先輩に似た後ろ姿を見ました。知らない人と一緒に歩いていたようですが、あっという間にどこかに行ってしまわれて。もし瀬野先輩を見かけたらよろしくお伝えください。わかったぞ。ナビルも悪いやつを逃がさないよう気をつけろよな。ええ、ご安心を。また今後も何かあればいつでも教練員に会いに来てくださいね。それでは私はこれで。どこにおんねん。一人で300人以上を裁くなんて神にでもなったつもり？いずれにせよ最適な方法だったとは言えないな。分かってる。だが尋問するときに思っても見なかったことを知った。ムルタダ・ラドカニが起源の庭に興味を持つようになったのは誰かに惑わされたからだったんだ。ムルタダは常に父親の陰に生きていたから、周りを驚かせるような研究をしたくなったのも無理はない。そしてムルタダが亡くなった後、奴らはタージの子に対する罪悪感を利用し再び引き込もうとした。人の心をもてあそび、命をないがしろにし、利益のためなら何だってすることに腹が立ったんだ。そうだね、僕にもわかるよ。さあ、これは最近開発した植物トラップだ。いくつか君にあげるよ。今度こういうことに遭遇した時に使えるかも。トラップを土に落とすと急速に成長して麻痺効果のある花粉を撒き散らす。僕は普段滅多に使わないし、君にあげたらデータもより効率的に集まるかもね。セナ、ティナリー。ナビルが見たのはティナリだったのか。
そうだよ。セノに頼まれて市民って女の子の病気を治すために薬草を集めてきたんだ。ついでにこいつの怪我の様子も見に来た。体の方は大丈夫だけど、ただ前よりもっと寂しそうだね。そんな仏頂面をしてないで七星召喚でもやりまくったら。コレイはもともと君をちょっと怖がってるけど、そんな顔してちゃますます話せなくなると思うよ。七星召喚や。コレイは最近どうしてる？少し背が伸びたよ。成績はまあまあかな。この間のテストでは事前に大事なところをマークしておいてあげたにもかかわらず、何箇所かミスしちゃってた。もう少ししたら散歩させようと思ってる。ちょうどコレイに任せたいこともあるしね。え？コレイがアビリアの森を離れるのか？何があったんだ？臨時講座を開いて缶詰知識の危険性をコレイからみんなに伝えてもらいたいんだ。ついでに安全な使い方についても議論してもらおうと思ってね。今回の密輸事件の犯人たちは逮捕されたけど、一般人の缶詰知識に対する好奇心や欲求は未だに残ってる。だからコレイにできる限りの普及活動をしてもらいたい。いざとなったら彼女の安全は君たちに任せるよ。もちろん。それじゃ僕はこれで。何かあったらみんな気軽にアビディアの森に来てくれ。裏でお前らに手を出そうとしていた連中は全て捕まえた。たとえ残党がいたとしても、そいつらはお前たちがこの事件に関わっていたことを知らないはずだ。これで少しは安心しただろう。セノはどうするんだ？残党狩りして。まだ俺の休む時じゃない。死者の願いは叶った。聖者は前に進まないと。ここ数日タージが機嫌の庭で言ったことをよく考えてみたんだ。人は変わるもの。どんな信仰も時間の侵食には勝てないってな。俺はその言葉にも一理あると思う。だが俺はできればもっと緩やかに変化したい。少しでも長く今の俺のまま先まで行きたいと、そう思うんだ。そうすれば俺のことを先輩だと言ってくれるやつも、俺の後ろを歩く人も俺から勇気をもらえるだろう。昔俺が先輩や相棒から勇気をもらったように。心配するな。今こうして話してるだろ。たまにこうやって話せばそれだけで俺も楽になるさ。タージに弔意を表するために砂漠に行きたがる者もいるが、機嫌の庭が沈んだ位置を知られないよう詳しいことは教えてないんだ。もしいつか俺たちが乾燥した砂漠にも咲く花を見つけることができたら、機嫌の庭のあった場所に一緒に植えに行こう。砂漠キュー。そういえば最近妙なことが起きてな。とある商人が砂漠の旅行パックのお金を回収しに来たんだが、いきなり125万モラの請求を出してきたんだ。借金した覚えはないし、金額もはるかに市場価格を上回っていたから、挑発行為を理由に商人を監禁したんだが、お前ら何か心当たりないか？ドリーか。ドリー捕まってやんの。そういえばとある商人が借金したお前ら。ダメじゃん。つったところでセノの話は終わりだよ。じゃあまあ今回はセノの話をねザラッとやりましたって話です。それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。